ははいこんにちはインンテリアコーーーーディネーターサロンのポールこと智です、えー、今回はインテリアの歴史3ということで近代のインテリアについての講義を行っていきたいと思いますそしてこの分野は覚えることが多いのですが、まあ、出題数は実はそこまで多くはありませんですがインテリアコーディネーターとしては是非知っておきたい歴史になるので大変ですが頑張って覚えていきましょう そして今回のスライド資料も有料会員様には自由にダウンロードができるようにしておきますので必要であればお使いくださいまたですねこの動画は聞き流しの学習でも大丈夫ですそれでは早速講義スタートしていきましょうはいインテリアの歴史近代ということで近代で覚える出来事や人物などをまず一次対戦前第一次対戦前と 第一次大戦後で、えー、分けててままままとめてみみした、えーま、ず読み上げます大、えー、戦前の方は1914年までのことなのですが、えー、アーツ・アンド・クラフツ運動そしてアール・ヌーボーそしてシカゴ派そしてウィーン分離派そしてドイツ工作連盟そして第一次大戦後1914年以降のことなのですが。 まずは「デ・スティール」「アール・デコ」「バウ・ハウス」「ル・コルビジエ」「フランク・ロイド・ライト」最後の「ル・コルビジエ」と「フランク・ロイド・ライト」に関してはこれ人物名ですねはいすべてですねあのポイントとなる項目ですので覚えていく必要がありますそれでは一つずつ見ていきましょうはいまずはアーツ・アンド・クラフツ美術工芸運動ですね こちらは19世紀中頃、機械主義や商業主義に反対し、民衆の生活美と時代の様式を守ろうとした運動となります。こちらの重要人物は、ウィリアム・モリスという人になりますね。モリスの活動は、手工芸による中世様式の復活を目指したもの。時代に逆行した主張であったが、後のデザイン思想に大きな影響を与えたと。 そしてですね覚え方、えー、これも私が勝手に考えたのですが、えー、ウィリアム王子が森でクラフト工芸を始めたはい、まあ、このような形で、まあ、結構むちゃくちゃなんですけどもとりあえずもう自分で覚えれれば何でもいいので、まあ、これ参考にしていただいてもいいですし、えー、皆さんが自分で考えてもいいと思うのですがウィリアム王子が森、えー、モリスのことですね 森でクラフト工芸を始めたこれアーツクラフツはい、わかりますかねはい、では次いきます次はアール・ヌーボー19世紀末から20世紀の初頭こちらベルギーからヨーロッパ全土へベルギーからっていうのはですねこの試験では結構少ないのでアール・ヌーボーが出たらベルギーを覚えておきましょうはい、アーツクラフツの刺激を受けて曲線を特徴とした 流動感のある優美なな装飾が生ままれた時代となっておりますそして代表作家が覚えるのがこれすごい多いんですけどもこれよくどなたかが出題されるので覚えておきましょうまずビクトル・オルタアンリ・ワンデ・ベルデエミール・ガレルイ・マジョレルエクトル・ギマール そしてエミール・ガレとかはですねもうガラス工芸作家とかルイ・マジョレル家具デザイナーエクトル・ギマールも建築家と書いていますので出題される時もアール・ヌーボーに活躍した建築家は誰かとかですねそうなったらまあ例えばエクトル・ギマールとかそういう形になると思いますガラス工芸作家であればエミール・ガレという形ですね はい、でこの時代はアール・ヌーボーの時代はドイツやオーストリアでは「有玄としている」と名付けられたと書いていますのでアール・ヌーボーと同時にこの「幽玄としている」というのも覚えておきましょうはいそして今言った「有玄としている、えー」若い様式という意味だそうですがアール・ヌーボー期のドイツやオーストリアで起こった運動ですこのオーストリアでは、えー、ミハエル・トーネットが 蒸気で木材を曲げる技術を考案し曲げキースを量産したこちらナンバー1414 14番の曲げキースという椅子ですね以前私が挙げたデザイナーズチェアのスライド資料にもこちら載っていますのでよければ無料会員になっていただいてダウンロードしてみてくださいはいそれでは次いきますシカゴ派ですね 19世紀末に起きましたアメリカのシカゴのことですね鉄骨像による超高層建築が次々と建てられた時代ということで重要人物はルイス・サリバンという人になります構造と技術の融合に出会い機能主義的な方向を推進した建築家の一派をシカゴ派と呼びますフランク・ロイド・ライトも属していました はい、こちら覚え方書いておきました。えー、ルイ・ヴィトンがシカゴで裁判、これサリバン、ルイス・サリバンのことですね、をかけられた。ちなみにルイ・ヴィトンのルイの部分にルイス・サリバンのルイが一応かかっています。はい、どうでしょう。ルイ・ヴィトンがシカゴで裁判をかけられた。シカゴとルイ・ヴィトン、ルイス・サリバンのことですね。はい、一応まあついでにフランク・ロイド・ライトも覚えておいてください。 ははいでは次で次すウィーン分離派ゼツエッションすごい読みにくいですけどもゼツエッションですねこちらは1897年オーストリアウィーンで起きたことです、えー、グスタフ・クリムトを中心とした芸術家や、えー、建築家が集まり従来のアカデミズムからの分離を唱えたグループとなりますで重要人物こちらも多いのですが、えー、グスタフ・クリムトヨーゼフ・ホフマン ヨゼフ・マリア・オルブリッヒ、そしてオットワーグナーとなっております。そしてこのオットワーグナーというのは先ほど言ったヨゼフ・ホフマンとヨゼフ・マリア・オルブリッヒの師匠にあたる形です。グスタフ・クリムトがウィーン分離派を結成後、オットワーグナーのまず教え子2人が加入されます。ヨゼフ・ホフマン、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒ、そして後に師匠であったオットワーグナーも加わって たそういうグループ運動となりますはい次行きますドイツ工作連盟1907年ドイツミュンヘン機械と芸術の統一を目指してヘルマンムテジウスを中心に結成されたグループとなります重要人物がヘルマンムテジウスそしてブルーのタウトで、ブルーのタウトは工作連盟店にガラスのパビリオンを建てましたと そしてこのブルーのタウトさんは以前にも実は出てきていまして工芸指導のために来日して日本美の再発見というものを著書したという形になっておりますはい覚え方は、えー、ドイツでヘルニアこれヘルニアはヘルマンムテジュースのヘルマンニッチをかけてます青ざめ来日青ざめったのはブルーのことですねブルー青いですね青ざめ来日ドイツでヘルニア 青ざめ来日これで、えー、ドイツ工作連盟とヘルマン・ムテジウスと、えー、ブルーのタブと覚えてくださいはい次いきますで、スティル、えー、1917年オランダテオ・ファン・ドゥースブルフを中心に発刊された雑誌およびそれに基づくグループの名称ということでこちらの重要人物はピート・モンドリアンこちら画家ですね ヘリリット・トトトーーマス・リートフェルトこのデスティルで代表的な家具や建物というのがレッドブルーチェア赤と青の椅子そしてシュレーダー邸。こちらどちらもリートフェルトのデザインのものになりますこれは覚え方簡単ですねデスティルというのが、えー、ま,あまだっていう英語ですよねなので覚え方はデ・まだ、えー、赤と青の椅子で待つと。 赤と青の椅子というのがレッドブルーチェアで、まあ、リートフェルトのことですねはいでまだ赤と青の椅子でまずこれを覚えてくださいはい次いきます、えー、次はアールデコ、えー、1 9 1 0年代の半ばから1930年代こちらはヨーロッパとアメリカで流行った様式になりますアールヌーボーの衰退後に流行した様式で幾何学的なデザインが特徴になります 代表的建築物としてエンパイア・ステート・ビルこちらアメリカですねクライスラー・ビルそして日本でも朝霞の実庭という形になっておりますエンパイア・ステート・ビルの写真を載せておきましたがアールデコエンパイア・ステート・ビルのような幾何学的な図形やモチーフを用いた建築物そして家具という形になっておりますなのでアールデコときたらこの エンパイアステートビルとかでですすねあの思いいい出してくださいはい、では次いきますバウハウスということで変わった名前の学校なんですけどもこちらは1919 19年ドイツのワイマール、まあ、ドイツだけ覚えておけば基本いいと思います、えー、バウハウスは工芸デザイン写真などを含む美術と建築に関する総合的な教育を行った学校となっております そして重要人物がバルター・グロピウス。こちらは初代校長。よく出ますね。試験にも。そしてワシリー・カンディンスキー。こちら講師でおられました。で、さらにマルセル・ブロイヤー。このワシリーチェアなどを作ったデザイナーですね。はい、こちら19、1919年よく試験でも出ます。覚え方も行く、行く。ドイツのバウハウスということで19、1919年。 バウハウスバルターグロピウスはまた別で覚えておいてくださいはいそれでは次いきますル・コルビジェですねこちらも試験ではめちゃくちゃ出ます、えー、フランス人ですね住宅は住むための機械であると唱えた超有名建築家です人体寸法と黄金比を組み合わせたモデュロールを提唱しました で代表建築物としてサボアワや国立西洋美術館こちら日本ですね制作家具はシェーズロングやスリングチェアなどがありますさらによく試験でも出るのですが近代建築5原則というものがありましてそれはピロティー屋上庭園連続窓自由な平面自由なファサードとなっておりますので こちら必ず覚えておきましょうはい次行きますフランクロイドライトですねこちらアメリカですル・コルビュジエミース・ファンデルローエとともに近代建築の三大巨匠と呼ばれていますそして代表的な建築物としてカウフマンテあの落水槽というものですね皆さん一度見たことあるのではないでしょうかそしてジョンソンワックス社 そして日本では帝国ホテルこちら1923年、はい、特徴として空間を有機的につなげたプレイリースタイルを築き幾何学的な構成の家具やインテリアをデザインしておら,おられましたライトは有名なので覚えておきましょうはい参考で国立西洋美術館とカウフマン亭落水槽の写真を載せておきましたイメージつきましたでしょうか はい。それではもう最後になりますが、第2次大戦後のことで、で第2次大戦後のインテリアの流れは、北欧、アメリカ、イタリアに対別して考えるようになっていきます。これ以後は、まあ、ヤコブセンであったり、まあ、ハンス・ウェグナーなどの登場があります。いわゆるですね、デザイナーズチェアをここから覚えていきましょうという形になるのですが、これもですね、数たくさんありますが、しっかり覚えておきましょう。 はい、そして最後になりますがまとめですね歴史分野は覚えることはたくさんありますが悲しいからそこまでの出題はありませんただこの分野で失点を重ねると合格からは遠ざかりますはい、今回のスライド資料は当サロンの有料会員様に提供いたしますということでですね、今後もインテリアコーディネーターを目指される皆様の支援をしていきたいと思っておりますのでよければチャンネル登録やいいねボタンなどをよろしくお願いいたします 今回もご視聴ありがとうございましたインテリアコーディネーターサロンでした